浜の運動公園に来ました。いよいよ GoTo イートのポイントが最後の500円、最後の締めはね、ジービーズカフェですね。ここで食べて、GoTo イートはさよならしたいと思います。ではでは、予約したので入ります。メニューはこれにしました。照り焼きスキンパーってね。で、ドリンクがメイプルミルクのアイス、定番のやつですね。これね、最後まで食べたかったな。まあいいかな。まあ最後は一番最初これやっぱり食べたような気がします。すごい、スキンバーガーで、ソースもたっぷりかかってて、ちょっとも大きいでね、大きさがね、結構でかい。はい、ありがとうございました。